クラブ経文特集、人、技、未来へ、ミーマイスタイル。9月号は伝統芸能編をお届けします。お話を伺ったのは観世流能楽師浦部義弘さんと幸弘さん。自らの能を磨く傍ら、2人で能楽を次世代に伝える活動に力を注いでいます。今回は幸弘さんの息子さんで小学校3年生の春人さんにも参加いただき、能の魅力についてお話を伺いました。能はどのように楽しめばいいのでしょうか。まあ、読書的な世界もあって、イメージをしていただかないと、見えてないものを見えてるとか月が出てるとかいうのも、はい、言葉でこう言ったのを想像していただかないといけないので、映画とかでしたら実際にこう、見てくるものがそのまま、で歌舞伎なんかもどっちかというとそれに近いと思うんですよ、その背景がちゃんと舞台の設営があったりとか、能はその老松が舞台の能楽堂にあるだけで、その至ってシンプルな道具しか使う、船でも大層な船じゃなくて竹で組んだ船の形したものを舞台に置いたら、もうその舞台の上は湖の上というか、湖面に浮かんでる船という、もう想像していただかないといけないので、そういう、まあその辺がちょっとこう見ていただく側にも一緒に舞台を作ってもらってるみたいなところがあるので、その辺がちょっと難しいところでもあるのかもしれないですけど、皆さんも一度能を楽しんでみませんか。